こんにちは、熊谷スキー場パトロール隊長の福田孝也です。そして今日もおいでりラビーさん、はい、よろしくお願いします。こちらこそ、はい、今回はですね、はい、熊谷の第一ゲレンデがオープンしましたのでね、そちらを様子をお伝えしていこうかなと思います。このね、熊谷の第一ゲレンデっていうのはもう1級2級検定でね、はい、使われる、ゲレンデでございます。ちょっとね、あの1級2級今年目指されてる方なんかは必見の動画にしていきたいなと、思いますので、ぜひご覧ください。では紹介いきましょう。はい、それではね、第一の山頂に到着しました。はい、今ね、カメラマンしてくれてるラビーさんも今年2級を受けるということでね。いや、まだ決めてないですね。いやいやいや、で、ね、今から紹介する番がまさにそのコースになりますので、はい、はい、ラビーさんもね、はい、視聴者目線といいますかね、はい、ここでこんなことやるのかっていうふうに思いながら撮っていただけるといいと思います。かなりプレッシャーですね。じゃあ、はい、1のね、1Aコースっていうところが検定で使われる番なので、そちらのスタート位置までちょっと移動しましょう。はい、はい、こちらが第一の A コースのスタート位置になります。結構下ってる気がいたします。でもね、はい、シャドウは22、3度と結構程よい中斜面って感じ。急すぎず緩すぎずっていう感じかな、はい、うん、で、まあ、1級のスタートがまあこれぐらいちょっと高い位置で、はい、2級のスタートがちょっと下がるっていう感じになりますね。で、この 1A コースで整地種目がね、はい、全部行われる感じでございます。大回り、小回りで、2級だったらシテムターンとね、1級ではフリーもあるか、はいはい、それがここで行われる感じになりますね。ありました。ここもね、数々のね、挑戦者たちがねとても苦労されたところじゃないかなと思います。そうですね、はい、じゃあちょっと様子見小回りいっちゃいますか。わかりました。じゃあ追ってきます。はい、じゃあ一級の小回りをちょっとイメージして小回りしていきます。わ、はい、かりました。行きましょう。はい、レッツゴー。感じでね、リズムよく、ね、滑ってもらえれば。ああですよ。はい、じゃあもう一回上がりましょうか。はい、はいはい、それではね、今度は白樺コース、はい、で、検定の時に、まあ、バーンが封鎖された時に皆さんがアップするバーンでね、ちょっと振りますね。はい、今形で一番左側のコースを前にします。まあね、1A に比べてシャドウが緩くて、まあ、滑りやすい、はい、感じです。はい、じゃあ行きます。はい、検定でね、スタートするときに、はい、谷回りから入る人って結構多いと思うんですよ。ありますよね。ね、はい、今日はさ、こうスタートしてて、はい、もうそこからこう入ってくみたいな、はい、でこれだと、要は板の反動とかも何もないから、はい、本当にこう斜面に対して倒れるだけっていうスタートになっちゃうので、はい、おすすめなのは、はい、まあ、上手な人たちはみんなそうなんだけど、山回りからしっかり入るように、はい、した方が絶対にスタートしやすいと思います。初めて来ました。じゃあ一回谷回りスタートやってみようかな。はい、じゃあ行きます。今のが谷回り。今のが谷回りスタート。はい、とりあえず
滑りづらいね。そうですか。うん、そうなのよ。確実にね、山から入った方が、はい、山ありから。はい、じゃあここでちょっと、はい、谷から行くと、はい、もうただこう倒れるだけっていう最初のターンになっちゃうし、はい、山だと一回突破して踏んでから板のハンドルもらって次に行くっていうことができるので、山回りから突破。はい、受けるときに覚えてればいいんですけど。はい、はい、はい、もう一回です。はい、一回です。はい、お次はね、はい、あの一級の人たちが多分本当にこうね苦労されるであろう不定期小回りをねやる番を紹介していこうと思います。はい、今ねこちらにあるのがモーグルバーンで、ちょっと来ますね。ここでねうーコブをやるんですよ。でこの上の方はちょっと急すぎて、はい、あの1級レベルにしてはちょっと難易度高すぎるので、はい、その1級の時はここのよりもこう半分より下でやってます。はい、はい、ここのねスタートに行って実際にここからスタートでここまでだよっていうのをちょっと紹介していこうかなと思います。わかりました。はい、行きましょう。はい、じゃあモーグルバーンのね、頂上に来ました。来ちゃいました。はい、ちょっと降りますね。皆さん、まあ、こんな感じです。ここからスタートするのはもうプライズレベルだよね、テククラ、うん、いやいやもう普通に無理ですから、ね、じゃあ、はい、1級のスタート位置までちょっと移動しましょうか。はい、わかりました、はい、じゃあついてきてください。はい、お願いします。ここ頭上注意だ。頭上注意、皆さんここでちょっと注意しましょう。はい、到着。到着でございます。まあこんな感じでさっきの 1A の横から入ってきて、はい、このスタート位置に来るっていう感じで、ね、ここから上はかなり急だけどここから下って緩いじゃないですか。いや決してそんなことない。まあここにコブを作ってやる感じだね。はい、じゃあちょっともさってるけどフェイチコ周りっぽく滑ってみようかな。わかりました。行けるとこまでちょっと追ってみましょうね。行けるとこまで追ってみましょう。行きましょう。はい、はい、お腰に来た。はい、ここがねモーグルバーンですよ。熊の湯のコブ斜面ができるね。で、まあこの斜面を使って、はい、1級2級を行われるということですね。あの概要欄にね今年熊の湯で開催予定の1級2級の日にちをあの書いておきますので、あのぜひね1級2級興味ある方熊の湯で、ね、受けてみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回の動画ね参考になったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。バイバーイ。バイバーイ。こんな感じかな。はい、感じです。ゴムっぽく紹介です。うん。紹介です。じゃあ、走った。うん。走った。お疲れ様でした。